ガリュー放送部のリズム&ビート。はい、皆さんこんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたしま す, します今日も始まりました。はい、はい、皆さんお元気で過ごしておられるでしょうか。11月7日は立冬ということで、はいはい、うん、冬が立つと書いて立冬。立冬、寒くなりますよ。ちょっとこれ立冬って何なんですか。冬が立つってもう立ってる。あ、今でしょ。立ってる、冬が立ってる。いや、でも本当急激に寒くなりましたね。確かにね、ここ数日で急に寒くなりましたが、うん、これはじゃあ冬が経ったから寒くなったんですね。はい、ね、ということが分かりました。ということで元気にやってまいりたいと思います。はい、はい、それではですね、皆さんその前にですね、うん、はいはい、あのお知らせというかご報告があるんですが、はい、まあ、先日ね SNS でも上げさせていただいて、いろいろね、あの驚かれてる方もたくさんおられると思うんですが、はい、あの今年いっぱいでドラムのね河本俊介がガリを脱退することになりました。はい、はい、それでね今年いっぱいまではあの一緒にあのガリのメンバーとしてやっていきますので、はい、まだしばらくね一緒にこうラジオも出演していただく、ね、はい、もらうんですが、はい、あのそういうことで、まあ、あのメンバーでね話をして、そういう結論に至ったということなんですが、はい、まあ、あのしゅんさんからもちょっとね、そうですね、一言ね、はい、リスナーの方にもちょっと、はい、土曜日ですか、うん、お知らせさせていただいた、はい、メッセージをちょっと読ませていただきたいと思います。はい、はい、リスナーの皆様へ、私、河本俊介は今年いっぱいで我流と別の道を歩むことになりました。皆様には突然のお知らせになり申し訳ありません。結成から15年間活動させていただきました。自分と向き合って今後進む道をメンバーと話し合いこの結論に至りました。応援してくださっている皆様にはいつもパワーをもらい助けていただきとても素敵な時間を過ごさせていただきました。私の一生の宝物です。皆様のガリュー愛は伝統文化音楽交流と大きくなってます。私が15年続けてこれたのは皆様の支えがあったからです。感謝しきれません。今までたくさんの温かい応援ありがとうございました。そしてガリューはこれからも世界へ突き進みます。私も皆様と共にガリューを応援していきたいと思いますので今後とも皆様の応援何卒よろしくお願いいたします。河本俊介、はい、はい、ということでして、うん、まあね、あんまりねこうなんか暗い感じになるのもまた違うんかなと思ってただね、これはまあ、こういう話を聞いたらねあやっぱガリュー仲悪かったなとか思う人もたくさんいるかもしれないんですがはいはい、はい、まあねそういうわけじゃないんですよ。そうですね、はい、ね、でまあこのコロナっていうのもあって、はい、まあ、お互いにねちょっとこう、まあ、人生を振り返るではないですけど考える時間がちょっとありましたね、うんうん、はい、で考える時間があって、まあ、もちろんねこの厳しい状況っていうのも、まあ、関係がなくはないかもしれないんですが、はいはいはい、ただそれが全てではなくて、うん、なんかこう一緒にねそれぞれみんな一人一人が幸せになるためにはどうしたらいいんだろうなっていうのをなんかもうこう我流よりもう一歩根本に下がって、まあ、一人、うん、一人の人としてというか、はい、まあ、友達として親友としてこう、まあ、話をしてたんです、いろいろね。そうですね、うん、まあ、細かく言うと、うん、まあ、どこまで言っていいか分かんないですけど、うん、まあ、僕の精神的な部分とか、うんうんうん、まあ、家庭のこと、うん、まあ、いろいろございまして、うん、まあ、10年の10周年ぐらい前ぐらいに、うん、まあ、今言ってもいいですかね。まあもう俊さんが良ければですよ、ね、うん、まあ、体調崩したりね、うん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 、して、まあ、
正直まあ入院とかもね、うん、その直前にしたりとかもしまして。そうだね、あったよね。そうですね、まあ、そういうこともあってちょっとまあいろいろメンバーとはねもうちょっともうダメかもしれないじゃないですけど、まあそういうことも、うん、でもやっぱり10周年とかでお客さん3000人とか、うん、そういう感じで応援してくださってる皆さんの顔を見たり、はい、やっぱり声かけていただいたりっていうのがいろいろありまして。そうだね、もうちょっと頑張ろう、うん、よしまだ応援してくれる人がいるっていうので、うんうん、やっぱりこう続けてはずっと来てはいたんですけれど、うんうんうん、でこのコロナ禍という言い方ちょっとは僕もあれなんですけど、まあね、うんうん、その、まあ、2月から、うんうん、ヒーローズの、はい、ライブが終わりまして、うん、本当考える期間がちょっと半年ぐらいありまして、そして、まあ、自分を見つめた時にこれから、うん、でガリューはこれからまあ世界に羽ばたいていくという中で、まあ、その自分がその次の、うん、っていう考えた時にやっぱりその、うん、そういう決断に至ったというですね。だから、まあ、今後、はい、新しい道っていうのは音楽はもちろん好きなので、うんうんうん、趣味といいますか、まあ、お仕事じゃなくて趣味という、はい、ことでやらさせていただけたらみたいなと思ってるんですが、うんうん、まあ、ちょっと音楽から離れて、はい、他の分野でちょっとまあやってみ、チャレンジとか挑戦してみようかなっていうことですね、はいはい、そうだね、うん、いやでもね本当すごくね、まあ、僕が言うのもそんな上から目線みたいなわけではなくて、もう本当に、まあ、同志としてね大変だっただろうなって思うし、よく頑張ってくれてたなっていうのはすごい思って、うん、やっぱね大変だったよねこの、うん、まあ、はい、まあまあ、常に戦ってるというか戦いでしたね、ね、はい、うんうん、うんうん、そう、それがまたね僕も結構無茶なことばっかり言うのもあるし、いやいやまあそれもね、はい、やっぱり、うん、自分を奮い立たせる精神的な部分、はい、その、うん、のことも乗り越えていけたっていう、うんうんうん、こともあるのはあるんですよ、うんうんうん、まあね、ファンの皆さんにも本当もうその発表してからずっとねいろんなコメントとか ね、メッセージもいただいて、はい、あやっぱりこう、まあ、直接僕のことというかしゅんさんのね、はいはいはい、この、まあ、人生の転機になるんですが、はい、これだけの方に支えられてるんだなっていうのを僕も改めて思って、本当に、うん、本当になんかこの2日間発表させてもらって2日間ぐらいはなんか本当にもう何やっててもまあ考えられないというか、うんうんうん、皆さんに本当にまあ突然だったので、うん、うん、まあ、ましてやこの時期っていうのもございますしね、うん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 、って思うんですが、うん、まあ、本当に、まあ、本当に皆さんに支えられたっていうのを本当に感じてますし、うんうん、でまあ、これからの、はい、新しく進んでいくガリューを、うん、本当どうぞよろしくお願いしますという本当気持ちでいっぱいですね、はい、ありがたいですね、はい、まあ、僕らもね、なのでその、まあ、ガリューとしては、はい、まあ、しゅんさんが脱退してこの年明けからね、年明けからは僕とひろきの2人という編成になるかと思うんですが、そうですね、まあね、こう活動休止とかではなくて、うん、もう、いつでもずっと動ける状態をねこう維持し続けて、うん、しゅんさんにもこういつでもね見に来てもらってもこうちゃんと胸張ってできるようにね僕らも頑張らないといけんなと思ってるわけなんで、はい、まあ、皆さんねたくさんメッセージもいただいてるんで、今日はちょっと放送内容も変わってしまうかもしれないですが、はい、まあ、いろんなことね話していけたらなと思っておりますので、うん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、それでは参りましょう。ガリュー放送部のリズム&ビートはガリューの音楽活動や日常生活の中で感じたことを皆さんとワイワイ語り合って地域を盛り上げていこうという番組になります。なります。
この番組はエコロジーをテーマに地域社会と地球の未来に貢献する小川エコノスの提供でお送りいたします。私が我流代表で和太鼓を打っております竹内隆です。冬の味覚といえば鯉、です。鯉、はい、ドラムの河本俊介です。よろしくお願いします。お願いします。冬の味覚といえば、うん、枝豆。冬じゃないかもしれないですけど、まあまあちょっとこういう風にしときたい。いいでしょう、はい、いいでしょう。はい、はい、ガリューで大太鼓叩いてます竹内博樹です。冬の味覚といえば、はい、牡蠣です。よろしくお願いします。それがあったわ。もうどっちか、うん、あれは牡蠣、牡蠣ってあのどっちの牡蠣ですか。身の方でも、ね、オイスターの方ですか、それともパーシモンの方ですか。はい、もうね時間がね、はい、あ、ないんですか。やばいんです。じゃあ海の牡蠣ってことで、はい、どっちもどっちもってことで俊さんは枝豆ってことで、はい、僕は鯉、あの魚の鯉です。はいはいはい、あのね、子供の時よくねお正月になれば食べてた鯉の味を思い出しますね。はいはい、はい、それでは本日のメールテーマ大発表お願いします。発表します。じゃん。冬に食べたいもの。メールはアルファベットすべて小文字で gr@fm777.co.jp、 ファックスは 084-920-8765、 ガリオ放送部のリズム&ビートまでお願いします。これね、はい、今日は冬に食べたいものじゃなくてよかったじゃないかなと思ったりするんですが、うん、冬の味覚、あ、いやいや大丈夫だけど、メールテーマです、ね、そうそうみんな多分ね、そのこう気持ちの持っていき方がすごい難しいよね、はい、多分私も今もうすごくね、うん、まあ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 行きましょう。はい、はい、メールファックスとかは、あ、はい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 、はい、ですね、うん、次のコーナー行って、YouTube の企画で行きましょうか。あ、わかりました。そうですね、はい、じゃあ先に、うん、続いてのコーナー行きましょう。 YouTube 連動企画ガリューチャンネル。コロナウイルスの影響でガリューの舞台自粛が続いております。そこで皆様から寄せられた企画をガリューが YouTube で行い、お家で楽しんでもらうコーナーです。皆様からガリューにやってもらいたい企画を募集します。ということで本日は、メールを紹介していきます。はい、お願いします。お願いします。まあね、でもなかなかね、うん、今日は多分その僕がね、はい、あの冬に食べたいものって、はい、ね、テーマを打ってしまったんで、はい、おそらく、まあ、ちょっと送りにくいと思うんですけど、はいはい、じゃあ行きますね、はい、大阪の巨人さんから来ました。おお、冬に食べたいもの、うん、モロケの白菜で作った鍋、あとはおこたでみかん、あ、ストーブの上で餅焼きたいなと。あ、確かに、いや、もうすごいちゃんとしたモロケの白菜はサクサクなんですよ。モロケ名物ごぼうに白菜ですからね、はい、もうぜひ最高です。ぜひぜひ、はい、お召し上がりください。来てますよ、小太郎さんから来てます、はい、ガリの皆さんこんばんは。こんばんは。立冬を迎え、うん、朝夕の冷えが一段と増したような気がします。皆様は、ね、皆様はお変わりありませんでしょうか。もう10月です。10月31日の代表のソロライブ、11月6日のガリュウ YouTube とガリュウ三昧の楽しい日々の中、突然の報告で驚きと脱力感、しばし信じられず何度も読み返し、我に変えて皆様の方が葛藤の中での苦渋の決断をされたのだと受け取りました。たまたまいたイベントライブで、納札された我流サウンドは私の中で不滅です。我流さんとの出会えたことに感謝しています。どんな形になっても3人は3人、応援させてください。あと1ヶ月半頑張ってください。すみません、本題から離れましたね。冬に食べたいものは牡蠣です。特に生が好きです。生を提供してくれる飲食店さんは少なくて寂しいのですが、焼いて、鍋でも焼いても和でも洋でもいけますよね。たくさんいただいて余った時は、ニンニクオリーブ油で炒めて鷹の爪を入れたりオリーブ油につけています。白ワインに合いますよ。なるほど、ね、白ワインね。はい、まあでも温かいメッセージ ね、 そうですね、寂しいですね。はい、もう来てますよ。ラジオネーム河本さん、河本さん、河本さん、河本さんの真ん中さんから来てます。ガリューの皆さんこんばんは。10月31日の、たかしさんのライブ配信素敵でした。素敵でした。なんだかものすごく感動して私も頑張らないといけんと刺激をいただきました。嬉しい。これからも3人さんのファンです。メッセージテーマ、冬に食べたいものはこたつで雪見大福です。寒い時に温かい
寒い時に暖かいところで食べる冷たいものってなんであんなに美味しいんでしょうね。なんかね、まあ、このしゅんさんが今年いっぱいで脱退しますという話、そしてあの僕がソロライブをやったじゃないですか、はい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 、そしてひろきが言った冬 の、はい、あの食べたいも の、 食べたいもの、これ3つのお題の中でもうあのリスナーの方がね大変な思いをしてますよ、はい、ありがとうございます本当 に、 本当にもうありがとうございますしか言えないね。ラジオネームまんまるちゃんさんから聞きます、はい、ガリューの皆さんこんばんは。こんばんは。突然の俊介さんの脱退信じられない気持ちです、うん、コロナ禍だけどこのままお別れのライブもないのかな。仲良しの、森本健太君とのケンタガリューもめちゃくちゃ楽しみにしていたのですが、だけど俊さんの決めた道どんな道でも応援していますよ。ありがとうございます。もう健太くんもね、うん、あのいろいろ心配してね連絡くれたりとか、うねはい、うん、何しろルームメイトですからね。そうですね、しゅんさんと健太くん連絡いただきました。ルームメイツですか。はい、はい、来てます、まだ来てますよ。はいはい、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、はい、ですね、藤岡さんから来てます。はい、しゅんさん寂しくなりますが新しいバンドで頑張ってください、いつまでも応援してますよと。ガイオンさんからも来てます。シュンさん皆さん、皆さんのご活躍を心からお祈りしてます。あと1ヶ月半見守っていきますよ。ヌーさんからまたみんなでゆっくりご飯行きたいな。はい、ありがとうございます。はい、先ほど申しましたように音楽の方は、うん、まあ、趣味というか、まあ、時間が空いてるところであのやっていきますので。なるほどね、はい、まあまあもちろんそれはねもう続けてほしいですよ僕は。そうですね、はい、うんうん、はい、ルーちゃんさんから来てます、うん、私はしゅんさんに本当にたくさんたくさん励まされ元気をもらいました。感謝しきれません。本当に本当にありがとうございました。これからもずっとずっと応援してます。大大大大大大好きだよ。ありがとうございます。ひろきに言われてもね、ひろきに言われてもいやでもちゃんとね大ってたくさん書いてありましたけどちゃんと数は合わせますね。ありました、ね、ありました、はいはい、ありがとうございます。ありがたいね本当に。はい、まあ、あのしゅんさんねあの、はい、この12月いっぱいまではこの番組もね、はい、出てもらいますんで、はい、あの皆さんまだねあのしばらくは一緒にこう話もできるし、はい、あの楽しんでもらえたらなと思います。はい、まあね、あのよくこうなんていうんですか卒業ライブ的な、はい、まあ、確かにさっきもね言っていただいてましたが、うん、まあ、なかなかね、そうですね、難しいかなと思ってます、はい、僕たちは、はい、あのというのがもうこれはね、まあ、今コロナ禍ということもあるし、うん、でもそれぞれ の、ね、あの道に進んでいきますって言ってことはもうしゅんさんはしゅんさんでこのまた新しい道にこう頑張って進んでいかないといけないし、うんうん、僕らは僕らで今度は2人の、ね、ガリューに向かでこう舞台立てるように頑張っていかないといけないっていうのがあるので、はい、もうぜひ、ね、皆さんもちろんお気持ちは、ね、嬉しいしありがたいんだけど、ね、はい、ここはそれぞれ の、 あの道こう頑張って進んでいく期間としてあの応援してもらえたらねぜひそれが一番かなと思いますんで、はい、で本当に結構ねしゅんさんとも全然連絡のやり取りもしてるし、そうですね、はい、あのそんなにこうもうこうなんていうの断絶とかそんなではないので、はい、はい、なので皆さんあのご安心して一緒にねこれからも仲良くしていただけたら嬉しいです、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、YouTube 連動企画ガルーチャンネルでした。ありがとうございました。続いてはガリューニューアルバムヒーローズピースドラムに、ピースドラムに乗せてメール紹介です。はい、はい、はい、これは先週の、ね、メールテーマなんですが、はいはい、真ん中さんから来てます、うん、ガリューの皆さんこんばんは。メッセージテーマこんな習い事してますわ。書道です。幼稚園の頃から習ってますが大人になってからは字を書いた後に先生とお茶をしながらおしゃべりするのがとっても楽しいです。素敵な先生に出会えて幸せだなと思う今日この頃です。字ね、いいね、字はなんかやっぱり大事ですよね、うん、書道ね僕もなんかやってみたいなって思うんですけどね、うん、あのなんて字汚いんですけどなんかこう思うままに書いてみたいなっていう。確かに、はい、
はい、小太郎さんから来てます。ガリューの皆さんは、はい、こんばんは。こんばんは。秋の夜長を実感できる季節になりましたね、うんうん、おかわりありませんか。こんな長いことをやってます、はい、昨年10月下旬より三味線を習い始め1年が経過しましたが、成長の過程が見られず少々落ち込んでいます。しかし目的が左指を使って脳を刺激し、ボケを少しでも阻止しようと自分に課した課題なんだから下手でいいよと甘く言い聞かせています。いいじゃないですか、楽しければ。で継続は力なり、はい、何でも続けていること、ことにも意味があるかなと、ガリューサウンドにも刺激をいただいていて元気になれます、ありがとうございます。これからも頑張ってください。おい、まあね、左手はね、僕も和太鼓今最近教えてるんですけど、あの福山でね、あの和太鼓教室っていうのを新たにやってるんですが、そうですよね、あの大人の人がね、あの矢倉太鼓打って練習してるんですけど、左手がねすごく難しそうなんですよ。左手は本当難しいですよね、はい、右はスパーンといくのに左を打つときにはもうなんかね、打った瞬間バチ飛んでいきそうになったりして、そうなんですよね、もう分かる分かるって感じ、うん、でもこう左手鍛えてたらやっぱ体、ね、うん、先ほど言われてましたけど脳に刺激になって、はいはいはい、とてもいいらしいんでね、バランスですよねやっぱり、うんうん、だから皆さんね、荷物運ぶときは左手で持つようにしてもらったらいいんじゃないかな。はいはいはい、以上ですね、はい、たくさんのメール、はい、ファックスありがとうございます。あ、メッセージ来てました、はい、ヌーさんから、うん、シュンさん関西周辺に来るとき連絡してねって来てますコロナがあのメッセンジャーでやってもらって、そうですね、そうですね、メッセンジャーかな、うん、でも嬉しいね、ヌーさんありがとうございますあのコロナが収束しましたらね、はい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 、まあでもこの番組はね、もうあの皆さんちょっとなんかこうそんぐらいな気持ちでいきますか、くれたらいいんじゃないかな、ぜひぜひ、じゃあそうそう、お願いします、お願いします、はい、もうたくさんください、ください、はい、はい、ということで、次回のメッセージメールテーマは寒さ対策です。メールはアルファベットすべて小文字で gr@fm777.co.jp、 ファックスは 084-920-8765、 ガリュー放送部のリズム&ビートまでお願いします。寒さ対策ありますか、しのさん。やっぱりね、北海道、あ、マフラー、はい、靴下、うんうんうん、これなんか確かに、いやでも僕も来週聞いてくださいまあ先ほどね収録放送も撮ったんでね、はい、僕はもうとにかく寒かったら着る、うん、それでも寒かったら着る、うんうんうん、もうそれをひたすら繰り返していくといつか寒くなくなるので、はい、なるほどなるほど、何枚でも着たらいいじゃない、うんうん、トレーナー二重に着たっていいじゃない、いいじゃないそれ、はい、ジャンバー二重に着てトレーナー二重に着てもいいじゃない、うん、俺ちょっとごわつくのダメなんですよね、はい、いやもう僕全然いいですよダメ、俺は肩凝るし、うん、もう、うん、トレーナー二重に着てもいいじゃない三つおって書きたいですね、いい言葉に聞こえるはい、ひろきさんは寒さ対策、うん、それもうね、寒さ対策っていったら強い気持ちを持つってことですよ、ああ、分かるわ、いいことそれも分かるわ、ね、ひろきって書きますよ最後に、強い気持ちを持つひろき、寒さを忘れるっていうことですよでも本当そうですよね、うん、うわ寒いわ嫌じゃ行きたくないって思うか、うん、もうこんな寒くても今日はやってやるぜって思うかね、やっぱ違うよね、情熱ですね、うん、寒さを忘れるわけですね、そう、心を燃やせと、なるほど、はい、でもそれある程度以上までなるともう、うんうん、心じゃどうしても、ね、そうですね、ダメになってきちゃうからあ、でも僕はよく知ってますよ、ひろきさん大体すぐ暖房つけますからあとお腹冷やしたらやばいし、でも僕ね、冬山の吹雪の中登山とかしたりしたんだけど、うん、はいはい、吹雪の中でも歩いてたら寒くないよ、全然暑い、体がもう汗かくぐらい暑い、うんうん、でも吹雪の中で休憩しようって思って休むと、うん、もうめちゃくちゃ寒いです、あ、止まったら、止まったら寒いね、だから皆さんもし雪山でそういう状況になったら、うん、止まらない方がいいかな、止まらない方がいいかなと思いますね、はい、はい、何の話でしたか、寒さ対策、はい、はい、それでは皆さん引き続きね、メールファックス、はい、お待ちしておりますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。では時間となりました。ガリュー放送部のリズム&ビート。この番組はエコロジーをテーマに地域社会と地球の未来に貢献する小川エコノスの提供でお送りいたしました。次回は収録放送です。11月16日のこの時間、月曜日の19時30分にお会いしましょう。
ダリュー放送部のリズム&ビート、皆さんお疲れ様です。ヌーさんから来てますね。サビワンケノービやなって来てますね。小川エコノスは空き缶から家電まで50種類以上の廃棄物を受け入れるリサイクルのデパートと呼ばれています。ゴミを新たな資源に変える、エコロジーをテーマに地域社会と地球の未来に貢献する、自然に優しい、人に優しい小川エコノス。じゃあ一言お願いします。発表してからラジオどう言ったらいいかっていう、まあ、12月、まあ、ちゃんと言ったんでね、もう、はい、いっぱいまで、はい、ありますので、どしどし、メールファックスいただきまして、はい、で全てね読ませていただきますので、ぜひ12月いっぱい、まあその後も続きますけど、うん、ぜひよろしくお願いします。